で、みんな、ついに、すべての敵を倒した。あとは、おそらく、この4体を倒したことによって、ボスへの道が開かれるっていう流れだと思うんだよね。さっきまでの話としては。さ、来た。来ました。なんか、キングダムハーツでこんな鏡みたいなやつなかったっけ？これなんだっけ？これ、ヒドラとかかな？あと、ヤマタノオロチとかそこら辺かな？ちょっとただな、縦髪がなんかいつもより、いつもに増してなんか、ケムクジャラな感じはするけど、まあ、顔がいくつも2、3個あるのってもう基本的にヤマタノオロチくらいしかないから、そいつで合ってんのかな？で、必要献身度は1000ってことでも圧倒的に超えている。いや、ちょ、レベル上げ。いや、レベル上げ全然してないんだけどね。してないんだけど、45だから、どんくらい上がったんだろう？前回より15くらい上がったのかな？うん、まあ、たった15くらいだからね。まあ、そんなに変わらないと思うんだけど。お、ん？え、誰？初めて見た。なんか、竜王と。何言ってるか全然聞こえん。全員一緒に喋るな、おい。その3体たち全員一緒に喋ると何言ってか分かんないから一人ずつ喋ってほしい。うるせえ、うるせえ。あ、ここ。もう何言ってか全然聞こえんかもしれない。聞かなくていい？もう何言ってか全然聞こえんのよ。ここ鏡の中だったんだ。そういうあれだったんだね。まあ、確かになんか、あの炎上のやつ確かに鏡っぽいなって感じはしたけど。はぁ、あ、はぁはぁ。ん？竜皇帝、バルグディス。なにいろんなところに移動する経過。あ、わぁ、なるほど。一体一体倒すのか。何？なんだ？あ、はいはい。アバイシード使いたかったな。あ、そういう感じか。あ、意外と弱いな。で、バイシードを使って盾を大きくする。で、いつやばいんだ？今じゃないもんね。何？あ、でもま、これも？はい、はい、はい、はい。え、あ、そ、ちょ、聞いてない。こう、今、いつタイミングがわからん。タイミングが、十字からの横。はいはいはい。で、今攻撃か？あ、今攻撃。あ、なるほど。タイミング開かなかった。そっかそっか。あのなんか波動を放ってる間にやればいいんだ。あ、だから、ここか。はい、ここで。はい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 。で、今攻撃すると。あー、でもちょっとタイミングむずいな。で、今もうさ、捨て身でやっちゃうとかなしかな。なしか。はい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 。もう必殺剣使っちゃうもんね。あー、100。フルパワーピンクタイフンパワーつけ。さあどうだ。200いけてるけど思ったよりいけてませんでした。はい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 。そして今攻撃と。あ、でも全部ガードしないとさ、マックスダメージ与えられないみたいな感じなのかな。なんか思ったより火力出ないもんね。ちょっとここは考えものだな。確実に一回やってみよう。はい、いいよ。はい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 、オッケー。で、今攻撃すると。あー、オッケーオッケー。なるほどなるほど。全部ガードすれば大ダメージを与えることができるって感じか。で、さらに、もう一回、あー、じゃあもうガードすることにとりあえず専念しよう。はい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 、くっそ無理だったか。はい、オッケー。ちゃんと見てれば意外といけんな。はいはい、攻撃、オッケーオッケー。いいよいいよいいよ。で、顔に攻撃した方が食らうとかあるのかな、もしかしたら。で、バイシールド使って、これあれだな。赤いのを見るよりも、氷が出てくるところをとりあえず見る。こっちの方がいいな。考え方的に。ちょっと僕、赤いのが出てきたところを攻撃しようっていう考え方でやってたんだけど、そうじゃなくて、あ、オッケー、ピンクタイフいけるね。そうじゃなくて、氷が出てきたらそこに盾を持ってくっていう風にやった方が、より火力を与えられることが分かった。で、ピンクタイフとりあえずやっとけば、大ダメージ。まあ、5、6回分のダメージ与えられるから、とりあえずもうピンク台風をやることに全てを注げばフルパワー！ OK！ 上手くなってきてんじゃないの？パワー！さあ、これね、200だよね。207とか208、OK！ いけてるよね。ナイスナイス。さあ、これで、はい、ガード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 、あー、ダメだったか今。はい、攻撃、オッケー、いいよ、悪くない。さあ、そして、待ってるよね。分かってる。そこはもう、出てきたところをガードする。そこ、とりあえず、そこをね、ちゃんと考えよう。はい、オッケー。で、攻撃、オッケー、いいよ。ダメージもそこそこに良い。で、チリツボでとりあえずちょっとでもダメージ与えとこう。オッケー、いいよ。そして攻撃する。さあ、まだ半分いかないか、長いな。ん？あ、どうだ？あ、よ、そっか。
3体で1体だから3分の1でやられるのか。はいはい、確かにそうだよな。普通は半分だけど、こいつに関しては首が3つあるから、3分の1、3分の1、3分の1で勝ちって感じか。今度はなんだ？ガードじゃないタイプか。はい、オッケー。はい、オッケー。もうとりあえず、撃とう。とりあえず撃とう。はい、はい、もう全然大丈夫よ。やっちゃいなさいよ。で、さらにピンク台風。フルパワー台風。いいね。フルパワー結構できるようになってきたぞ。さあ、また、226。いいよ。あ、で、こうね。はい。で、はい、オッケー。もう、なんか、外れても最悪いいから、早めに使っとく。うん。60ダメージもだいぶでかいから、うん。もうそこはね、あんまりこう、集中的に確実に行こうとか思っちゃう方が、なんか、よりダメージ、今みたいにね、受けちゃうわけだから、なんか、あれ？なんか全部斜めになるんだけど、チームも本当に。あれだな、そこだよな、やっぱ、ウィーリムコンの良くないところ。はい、いや、そう、なんか、僕やってんのよ。やってんのよ。やってんだけど、全然反応してくれないって、あ、でも3分の1削ったか。オッケーオッケーオッケー。それちょっとめんどくさかったから、ただ多分真ん中はね、両方使ってくるパターンなんじゃないかなと踏んでんだよね。ガードと、反射両方使うみたいな。だからまあさっきのアトラスみたいな感じで、まあ来るんじゃないかなと踏んでるんだけど。さあどうだ？なんだ？一応ガードしておく。あ、待って、バイシールド使った方が一応怖いから。バイシールド使って。何？はっはっは、やばい、ちょ、ベホバ、ベホバ、ベホバーベホバーはい、ベホバーはい、ベホマとはい、ベホマそれ聞いてないのよな？うん。それ話にないんで。それ話にないんで、また。変わってきますよね。なんでガードできてんだ？あ、でもちょっと近づいて。なんだ？なんだ？何？僕、あれ？あ、僕掴まれてる？僕掴まれてるけど、なんか適当に振ってたらいけましたと。はい、残念だったね。今こそ君を倒すとき。あ、でもタイミングがわからん。どうくる？うわわわわわ、ああ、そういう感じか。なるほど。あ、でも、いけるいける。ちょっと食らったくらいだったら、もうダメージ与えられるから捨て身でもいいな。はい、ガードガードガード。オーケーいいよいいよ。今のうますぎ。今のうますぎん、ちょっと待って。で、はい、攻撃しまくってば、尻尾で掴まれようともいける。で、必殺剣がちょっと溜まったか、早く話してください。オーケー。さあ、で、ひるんだところを必殺剣に大打撃与えてやろうじゃないか。ピンク台風の時間だよ。フルパワー攻撃ピンク台風。さあ、これでまだやっちゃいなさいよ。で、オッケー。半分くらい削った。いけてるよね。いけいけだね。はい、これでバイブスヒット上がるけり。ちょっと待って、ベホマを使いましょうね。ベホママジで有能すぎる。ベホマ使っとけばとりあえずなんとかだみたいなとこあるもんな。で、来るよ。どうだ？どう来る？こう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 。おぉ、まあ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 、悪くない悪くない悪くない。ダメージ的には悪くない。で、はい、掴んでくるけども、これはね、もう攻撃しまくってれば、勝手に落としてくれるから、とりあえず連打連打連打でいけば、あいつこの後何しようとしてんだろう。もうなんか早く切りすぎて、何してくか知らないんだけど。まあ、ただそこら辺は、もう食らわないに越したことはないからね。さあ、どうくる？はい、アイガード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 、オッケー。そして攻撃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 。天神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 。で、なんだ？あ、また来るか？また来るか？はい、また来ます、また来ます。はい、天神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 。もう、いいのよ。もう何でもいい。何でもありよ。で、攻撃しまくっては必殺技ゲージがそろそろ溜まります。これ次で終わりっぽいな。うん。多分さっきみたいにピンク台風じゃない。小悪魔の騎士のゴリ押しでいきそうだから、必殺技でまずはピンク台風を使う。で、200ダメージ与えられれば、おそらく、もう、あとミリ残しみたいな感じになるか、もしくはもうワンパンできるけど、多分ワンパンはできないと思うんだよね。HP ゲージを残り的に。だから、とりあえず、ま、頼む、オッケー、フルパワーいいぞ、ピンク台風使って。多分でも全部はいけないんじゃないか？そうだよね、ミリ残しになるから、いけてるところで小悪魔のキスしていく。あ、でも、これは、ガードした方がいいかな。やばい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 。あ、でもいけるか。ゴレ。いや、ゴッチャだね。ここでゴルのが良くない。ベホマ使う。はい、と、一応無理す、残念でした。これで終わりだ。バイシールドも使っとこう。小悪魔のキスでゴリ押そうと思ったけど、いやもうこれ多分、あとちょっとで終わる。オッケー。で、今攻撃。これで終わる。オッケー。さあ、何？お前、しつこいのは嫌いだぞ。小悪魔のキス。終わりだよ。これで消えなさい。オッケー、上空倒し。まさかの上空倒し。さあ、これで鼻ピクつかせてやるけど、はここまで分かり合えるのはな。え？よかろう。ならば、世の誠の強さを存分に味わうな。何言ってか全然聞こえん。
何言ってか全然聞こえんし、何起きてるかも全然わからん。え？どういうこと？ちょっと待って。ちょっと待ってください。あ、よかった。魔法の聖水あった。これで回復できる。で、不思議な粉で復活。正直、必殺剣は50くらいしか変わんないから、ピーク台風は温存しよう。あんま使わないようにしておこう。で、なんだ？あっか、オッケー、なるほどね。はい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 。分かってしまえばこっちのもんよ。いやでもちょっと、あ、で、来る。あ、やっぱ全部混ぜ合わせパターンか、やっぱりこいつは。で、なんだ？ガードかな？これは。はいはい、知ってます。はい、出てくる、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 はい、あ、ちゃ、くっ、かっ、くっそダメだ。で、さっきのか、ぐるーんってやるやつ。え、なに？ダブル攻撃きますか？え、ちょからの？ちょー、無理、しゃ、ちょっと待って、待って、ねえ、何が起きてんの？何が起きてんの？あ、わかんない。わからないよー。わからんって、それ。何が起きてんの？え、何？どっち？あ、どっちも来んのかい？来んの？そこに愛はあるんか？何これは？これは何？あー、知らんもん、お前も嫌い。あー、これはもう確実なのよね。やっちゃいなさいよ、とりあえず。いや、待って。HP ゲージえげつね。雷光一閃好きでもいいけど、魔人破山の方が多分、火力高いと思うんだよね。あの、魔人破山は、レベルアップとか、献身度上げないと使えないから、こっちの方がね、使いにくいっていう、火力は上がりやすくなってんじゃないかなと思うんで、87だいぶいい。魔人破山、発動、キル。さあ、これで、120かでも、ちょっと少ないな。あ？一体くらいやられた？あ、やられてないか。いや、でもここはもう、チリツモでやっておこう。で、氷か。氷が来たとこ。氷をちゃんと見よう。氷、くっそ、ダメだ。氷をちゃんと見たかったけど。で、次は、あー、両方来るか。まずは、ガード。はい、ガード。で、ガード、待って。バイシルドからの、いや、ベホマよりも、一回ここで、薬草フェイズ挟みます。ここで、薬草挟むことによって、ちょっと MP に余裕を持たせる。そこが大事。はい。で、ここ、くっそ。どこだ。なんもできんかった。そこなんもできないのきつい。ここも早いの。早いということを覚えた。ここ、ゴーン行く。カルロスで行けば早めに行ける。じゃ、はい、ここはもうね、振りまくればいいだけよ。あ、間違っちゃった。でも、ここベホマ使おうかな。なんか変な音聞こえる。僕の体を締め付けている音が聞こえる。うおー、これでとりあえずまずは、一回お前話し上がれ。これは大事なのよ。で、そうだな。まあ、もう一回来るけど、なんとなくやり方分かったから、任せなさい。これは反射だな。反射来るから、はい。あれ、間違った。はい。いや、待って、何？全然いかん。マジでこの、斜め切りやろうとしても、斜めに行ってくれないやつやめて。で、ここはガード。はい。分かった。はい。くっそ、早すぎる。なんだこいつ。早すぎて。くっそ、どうすればいい。まずは、ガードする。ガード、あ、ここが大丈夫。ガード。長い。くっそ、長い。いや、まあ、ここだったら大丈夫。で、今攻撃のチャンス、オッケー。いや、でも攻撃タイミング少なかったな。ただ、ここピンク台風でいけるから、あ、ピンク台風より、一回雷光一閃付きで、属性ダメージとかもワンチャンあるから、一回やってみよう。もしかしたら前回のラスボス戦は、それのせいでいけなかった可能性もあるからね。この、ボスの耐久というか、属性の耐性的にダメだった可能性もあるから、これでやってみよう。雷光一閃付きつけ。さあ、どうだ？ 58、弱いな、やっぱり。ちょっと雷光一閃付きは使い物になんないか、今後やめようか。さすがにちょっと火力が引きすぎる。さあ、なんだ？あー、これはグワンやる。グワンやろう。グワンやって、ゴリ押しして、あーで、ここ来るから、これはもう振りまくって、とりあえずほどく。高速は解く。で、ベホマ使って回復しつつ、セティアまだいいかな。ベホマで自分回復して、で、またさっきみたいに来ると思うから、今度反射か。はい、反射来るから、ここはガードは無視して、とりあえず撃つことだけを考えて、もう、ちょっと、あれだ、真ん中前提の方がいいかなって思ったんだけど、そんなこともなかったわ。はい、オッケー、いいよ。はい、あー、まあ、悪くない。で、氷か？氷食うか？あー、ここバイシールド使う。バイシールド使って、耐久上げて、で、
どこだ、ここか、オッケーオッケー、はい、ガードガードガード、左右に来た、急いでこっち行く、はい、あくそ、そこ行けなかったか、そこ行けなかったのでかすぎる、そこ行けなかったのでかいか、やばい、 MP がない、 MP ないのきついな、 MP がないと始まんないから、で、あー、ここむずいのよ、ここもうガードすることに専念した方がいいな、もう攻撃とかよりも、はい、ガードガード、で、どこ、はい、ここく、どこ、どこ、え、何が起きた今、な、何が、で、ゴーン、カルロスゴーン、間違ったけど攻撃攻撃攻撃、はいはいはい、いいよいいよいいよ、で、必殺剣使いたかったんだけど、くそ、お前いいところで拘束しやがってよ、ただここだったら振りまくればなんとかなる、なんとかなる、もうちょっとで終わる、オーケー、で、必殺剣使って、あとちょっとで1、あ、でも HP 半分いくんだったら半分まで待った方が、いや、やめよう、半分まで待ったところで結局後々ピンクタイフン使えなくなってる、まあしょうがないな、これは、キレイ、さ、あー、まあまあ悪くない悪くない、で、攻撃とりあえず少しでもゲージを貯める、ここで少しでもゲージを貯めることが後々に繋がるわけよ、このね 16% が後々大事になってくる、さあここでガードガード、ここはもうでっかくなってるから意外となんとかなる、で、ガードガードガード、オッケーオッケー、で、今攻撃、今攻撃、ゴゴゴゴゴゴ、いいよいいよいいよいいぞ、今いけたのでかすぎる、今いけたのでかい、で、なんだ、ここは反射か、あー、これはガードガードガード、で、ガッ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 、タイミングがわからん、タイミングゴリ押しちゃダメ、ゴリ押しちゃダメ、今良くなかったよ、 MP が足りないよ、じゃあ特約層使うしかないか、まあまあまあ、まだまだ大丈夫、まだ大丈夫で、あー、そこ来るか、はいはいはい、あ、今いけんじゃない、今いけんじゃない、ちょっとあとちょっとなんだよな、ガロー、オッケー、で、今来た、これうまいな、意外とこっちの方が楽かもしんない、なんか変になんかねコンボとかしてくるわけじゃないから、さあ半分いった、で、縦戻っちゃったけど、ここはバイシード、ギリギリ残ってる、さあ、よいしょ、おげい、よいしょ、いい、えいしょ、おげい、え、まずい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 ね、君、魔法の性質使うか、もう、どうせこれ多分裏ボスだから、わかんない、裏ボスかわかんないけど、裏ボスと仮定しよう、もうじゃないとやってらんない、で、横、からの、縦、うん、もう早めにやろう、早めに、なんか変になっても、火力が少なくても、とりあえず、ダメージを受けないことが先決。で、はい、くるくる、あー、なるほどね。はい、ガード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 、なるほど、ね、攻撃すると。あいつも結構動きが速くなってんだな。なるほど。で、さらに必殺剣。とりあえず、これで130な悪くない。で、ここでさらにゲージを貯める。ここでゲージ貯めるのが何回も言うけど大事。オッケー、いいよいいよ。とにかく振ろう、とにかく振ろう。で、来る。これは、バーってやつだから、ああ、そっちパターン、あれこいつがそれやるんだ。あ、なるほど。何？それは知らん、それは知らん、それは知らんて。はい、ダメだな。はい、あ、早めに2回打った方がいいのかな、わかんないな、ちょっとそこは試行錯誤って感じだけど。さあ、で、なんだ、どっちだどっちだ、はいはいはい、ガードガードガード、オーケーオーケー、で、どっちどっち、ガードガードガード、オーケーオーケーオーケー、で、ガードガードガード、オーケー、で、からの、いや、それは無理、それは無理、それは無理だけオーケー、それいける、はい、ガードガードガード、オーケー、で、あ、今いける、今いけるのか、今いくそダメだ、場所が悪すぎる、で、なんだ、この、あ、炎か、炎バーはとりあえずもうグルーやっちゃえばいいだけ、グルー、オッケー、あー、でもちょっと食らっちゃったな、まあ、ただダメージ与えられてるからいいでしょう、で、さらに拘束されるのはむしろここでゲージを貯めるチャンスになるから悪くない、5、6、7、8、9、100、オッケー、来た、で、必殺技をもう一回使うと、必殺技とりあえず使いまければなんとかなるから、これ大事だ、やっぱり必殺技を貯めるのがもうこのゲームの醍醐味みたいな、そういうところは正直ある、で、セティアで回復して、もう必殺技最悪ね、火力少なくても、うん、 MP 使っちゃうよりかこっちの方がいいから、それむずい、これむずいのよ、くるくる回転じゃなくて8の字切りがめちゃめちゃむずい、これだけが本当に得意になれない、で、ちょっと待って、一応これね、条約層でセティア回復しておこう、あのベホマ使うほどではないけど回復しておきたいから、ここ使っておいて、で、また必殺技ゲージね、ここ貯めることがマジで大事、さあこれでどうだ、あ、これは反射かな、反射だよね、はい、あ、ちょっと声ミスったな、はい、オッケーいいよ、で、はい、オッケーいいよ、はい、オッケー、あ、まあ、よくはないな。あ、よくない、よくない。よくない、よくない。あ、ま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 あ、最悪それでもいい。最悪それでもいい。で、ここベホマ使うと。うん、ちょっとだいぶ食らっちゃったけど。今のな、連続きついな、やっぱり。で、そして横と縦がうまく反応してくれないのが特に嫌。ただ、あ、待って、ここバイシードね。ここ忘れちゃいけないバイシード。これがあるかないかでだいぶ変わる。え、何？はい、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 知らん、知らん、知らん。お前、その攻撃は知らんて。
その攻撃、あーこれグアね、グアね、グアでしょ、グア、あ違う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 、知らん知らん知らん、うわーそっかそっか、あのたまにやるのね、はいオッケー、とりあえずはいオッケー、はいオッケー、でもう早めにやっちゃ、いやそういうわけじゃないのか、早めにやったらなんとかなるのかなって思ったんだけどさ、そしてあ待って、これよく考えたらさ、これ作戦でさあれじゃない、あ命令させようなっていうか、あじゃあなんでさっき回復したんだ、わかんないな、とりあえずまあなんか今一瞬回復してたよね、セティアが、あれまあいっか、あちょっ、ええ、助けて、はいはいはい、オッケーオッケー、うんでガインガインガインで泳げ、おでげでででででで、あダメダメダメ、ちょっとあの焦っちゃった焦っちゃった、あダメ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 、ただオッケーいいよ、あこれガーね、これガー、三人来たらガーだ、三人来たらガー、3人来たガーからの攻撃攻撃やっちゃいなさいよ、で必殺技消し溜まったところなんですよ今ね、ちょっと空気読んでくださいよ、ただあ待って、これいけるぞみんな、左上ゲージ、これもうすぐ勝ち、ピンク台風できるか、ピンク台風で、まあ、一応ピンク台風一発撃って、足りなくても多分もうすぐ倒せるから、もう、ここはゴリ押しのピンク台風でいいでしょう。さあ頼む。200あれば正直、ワンチャンいける。ピンク台風よ。さあ、これで全てがかかってる。頼むぞ。回転させろ。フルパワー、こわー、最後くらいフルパワーでいこうよ。やっちゃいなさいよ。終わりか終わりか終わりか、終わった終わった終わった、よしよしよし、大変だった、レベル上げしてちょうどよかったわ、レベル上げしてぴったりくらい、 MP も全部使い切った、あっぷねー、まさか第二形態あるとは思わんかった、まあ裏ボスだもんな、これ裏ボスなのかな、ずっと言ってっけどそれがわからん、 B か、まあそうだよな、そんな S なわけがないもん、オッケーオッケー、15分もやってたんだよ、く見たら。世界一の雫はナイス。で、戦利品は、オリハルゴンのボイラン。なんと、よう倒した。久方ぶりに、楽しかったぞ。よと戦いたくなったら、また来るわよ。もう戦いたくありません。もう戦いたくない。モンスターハンターかな？モンスターハンター並みの敵が出てきてしまったんだけど、世界観間違ってるって。あ、え？終わり？ちょっと待って。わかんない。終わった？このゲーム、終わった？このゲーム終わったの？ごめん。わからない。あれ？バードさん？これはどっち？これどっちの、これどっちに対して言ってる？鏡か出られず普通の魔物のような悪や感じら、うん、どっち？これは、さっきのこの話？鏡と魔物、あいつは鏡の世界にいた力の守護者と同じようなものなのかもしれねえな。ならば、魔王と戦う前の腕試しには持ってこいだ。そうは思わんか、ユース。え？あ、はい。はい。はいって言ったらどうなんの？よし、返事だ。それじゃ、魔王と戦う前にもっとあいつに相手をしてもらうとしようか。え？終わったかな？終わったかもしれん。すぐに魔王討伐に向かうかお前に任せる。え、終わったか？終わったのか？このゲーム。なんか、すって。なんか、もうちょっと、ねえ。なんか、それをやったことによって、また新たなとか、まあ、それがなくとも、なんか、ねえ、星がもう一個追加されるだろうか、なんか、会ってくれたらすごいわかりやすいんだけど、終わったのかな？皆さん、終わりました。終わりましたね。調べてみたら、まあ、多分終わってる。他に何もなかったから、多分これがラストだったんだろうと。いや、申し訳ない。光の剣倒しちゃった。もうちょっと最終進化とか多分あったよね。あ、待って、オリハルゴの棒って何？弱。くっそ。ウォージャーの剣？ゴージャス？レボリューションってこと？ 5 万なんて僕お金持ってないんですけど。待って、こっちは？あー、これもまたなんか強くできると。あー、じゃあ一番最強の武器も一番それで作ることができるって感じなんだろうけど、まあ、いっかな。もう疲れちゃったんで、もうさすがにこれをわざわざ作ったところで何もないしね、別に。ねえ、この後、もう一回ボスと、ラスボスと戦っても別に特に何もないと思うんで、今回ここで終わろうかな。あー、メタキンも作れたんだ、そういえば。あ、そっか。あ、プラチナメイラあと2個で作れた。あ、結構簡単に作れんだね。この古びた。古びた剣ってなんか使い道ないなとか思ってたんだけど、よく見たら使えたんだ。
全然見てなかった。なるほどな。まあ、とりあえず、今回というか、ドラゴンクエストソードの実況は、今回で、まあ、他に何もないようだったら終わりにしようかなと思います。ってことで、いや、まあ、短いゲームとは聞いてたんで、まあ、それ相応の時間だったかなとは思うんだけど、まあ、意外とね、思って、最初はね、簡単じゃんとか思ったんだけど、まあ、途中からまた今度逆に激ムズじゃんって思った結果、最終的にまあ、ちょうどいいバランスに、自分の上達とゲームの難易度のおかげで、まあ、ちょうどいいバランスになって、今回ラストバトル終われたんじゃないかなと思います。じゃ、終わろうか。いや、疲れたな。ラスト試合、マジで疲れた。本当に苦しかった。もう、負けたら最悪だと思いながら戦ってたから、もうギリギリの戦いだったけど、接戦だったね。ってことで、今回はここまで。それでは別の実況でお会いしましょう。バイバイ。